ました。改めまして、和田アキ子です。日本放送、垣穴忠です。アッコのいい加減に旋回。この時間からは、新越放送、新潟放送でお聞きの皆さんにもお送りします。よろしくお願いします。今年最後の放送の今日は音楽企画です。名曲ディスカバリー、鳥年企画。来年の鳥年にちなんで、年男、年女、アーティストスペシャルと題してお送りしております。はい、来年、年男、年女となるアーティストの方々、いろいろいらっしゃいますが、うん、続いてはですね、アッコさんがデビューした翌年生まれの方々、はい、昭和44年、はい、1969年です、はい、で。この年に生まれたアーティストの中にも、もちろんアッコさんと深い関係のある方がいらっしゃいまして、はい、ハイスタンダードの横山健さん、1969年ってことは、はい、47な、今度だから8になるわけですね。8になる、はい、若いなぁ。横山健さん、まもなく50歳とはとても思えないですね。若いわ。若い、本当に若い。でも本当にカリスマであり続けているという、かっこいいよね。存在感が違いますからね。そんな横山健さんとアッコさんの交流、はい、今年の夏アッコさんが出演された番組、はい、グッドタイムミュージックの中で、それこそアッコさんにはサプライズで横山健さんがコメント出演するという。そう、あんまりないんですよそんなの。横山健さんが普通の地上波の音楽番組にコメントで出るってことは、いや、ないと思います。あのね、地上波の音楽番組に初めて出る時も見てくださいねってわざわざ出るとメールがあって。あ、そうですか。その時もあったけど、まさか私ねコメントもらえると思わないで健のことずっと喋ってて、はいはい、結構私は私で面白かった。なんだよって。コメントしてくれてる半分以上喋って、オンエア見てないんだけど、オンエアだから私が喋ってんのカットした。そうですか、うん、いやでもその横山健さんと、はい、まあ、アッコさんを結びつけたのは、はい、ハイスタのアルバム Making the Road、はい、このアルバムを聞いたアッコさんがアルバムの中に入っていたアンケート用紙にごく普通に一般の方と同じように感想を書いて送ったそうですよね。 うん、それをレコード会社の人が気づいて、え、これは和田アキ子さんですかということに気づいて、そう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 、そこからケンさんとアコさんの交流が始まった。なんかね、それで全然飲めないって知らないで、当時3軒ぐらいはしごして、ああ、完全に飲んでると思ってたんだけどね。じゃあ一応合わせてくれてたんですね。そうそうそう、それで酔っ払ってうちでずっとブルースをやろうってギター弾かしてましたからね。素敵な夜ですね。小太郎くんがいて、はい、で小泉小太郎くんのお父さんが小泉純一郎さん、師匠の時だからね。でブルースは本音を言わないとダメだ、だから本音やればいい、チャッ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 って弾いてもらったら、小太郎くんが親父とゆっくり話したいって言うんですね。即興で歌ったんです。はい、で論文の厚氏は本心がブルースですか、ブルースだよ、それ横剣が弾いてんだよ、チャンチャチャンチャチャン、早く帰りたい。それがブルースだ。ブルースいいですね。いや、この間もね、あの家族でお食事したんです。横山健さんのご家族と、プライベートでも交流が深いですね。素敵ですよ、はい、ご健は。そんな、まあ、カリスマハイスタンダードの曲の中から、はい、ちょっとこの変わった「キテレツ大百科」の初めてのチューを英語バージョンで歌ったという、はい、こちらの曲をお送りしましょう、はい、ハイスタンダード「マイファーストキス」。さあ続いても昭和44年生まれ、1969年生まれの方の中から男性のアーティスト、はい、福山雅治さんです。はあ、長崎の高校卒業した年に上京しまして、歌手デビューが1990年、21歳の時で、そんな福山さんも吹石和恵さんと結婚されまして、しましたね。人生の大きな転機を迎えました。はい、そうだね。早いね。はい、なんか本当になんか福山さんみたいに独身であるのが当たり前みたいな方が結婚とかをパパになるっていうと、すごい時の流れを感じますね。なんかね、はい、今年そういえば、ね、マチャロスとか五大ロスとか、なんかそういうロスって流行ったのは今年じゃなかった、去年だ。もう今年もそうですよ。もう普通に使われマチャロスとか言われてたよね。ありました、マチャロスだ、五大ロスだ。マシャか。ありました、ありました。あ、なるほどね。まあ、大晦日の今夜はもう恒例の横浜のカウントダウンライブが福山さんありまして、はいはいはい、その模様は日本のみならず、うん、韓国や台湾の映画館でも生中継されるという。はあ、すごいです。韓国も。あ、ごめんなさい、香港。台湾の映画館で生中継です。韓国と香港間違ってどういうこと？なんか4文字しか合ってませんね。4文字の言葉ということしか。すいません。それでは一曲お送りしましょう。わかんない。東京の終わり方でいいのか？しっかり説明しますよ。小田切長さんとキキキリンさんが親子を演じて話題になった映画、東京タワー、おかんと僕と時々おとんの主題歌でした。福山雅
郎さん、はいはい、元光源氏の大沢みきおさんや、うん、アーティストの方々でいうと牧原紀之さん、うん、エグザイルヒロさん、うん、そして有名人の中で橋本徹前大阪市長、うん、俳優の鈴木杏樹さん、そしてアッコさんの後輩の山瀬真美さん、はいはい、お笑い界は東貴博さんなどがいらっしゃるということです。結構いますね。でもアッコさん今相変わらずジャンルバラバラやなって言葉を飲み込みましたね。どうしようかな。